やめて敵をなよ。皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年4月5日金曜日です。お天気はあまり良くないんですけれども、ちょっとリフレッシュしたいなと思って夫と2人でキャンピングカーで出ているところです。今この場所は千葉県の海ほたるというサービスエリアです。ここから、出発して千葉県の道の駅、まだ行ったことがない道の駅に行って、美味しそうなものを選んで食べてみたいなというふうに思います、ね。こんな感じです。それでは行ってきます。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、現在抗がん剤治療中で、あと2回投与をする予定になっています。現在は副作用の痛みは収まりましたが、左の足先が手足症候群になっていますので、長時間歩行することはなるべく控えた方が良いかなというふうに言われています。ですから今回は素敵な景色を見て回るということではなくて、先ほどもお話ししましたが、こちらの道の駅スタンプブックというのを使ってスタンプを押しながら美味しそうなものを食べて、新鮮なお野菜や土地土地のものを買いながらリフレッシュ旅をしたいと思います。お天気には恵まれていないんですけれども、久しぶりのお出かけなのでワクワクしています。そろそろ最初の目的地、道の駅保田小学校に到着です。こちらの道の駅保田小学校は廃校を利用していて、入浴施設もあって宿泊もできるという少し変わった道の駅になります。それでは早速降りて散策してみたいと思います。中国料理の3年ビルピーナッツ担々麺だって。ああ、それうまいよね。これすごい。あ、テイクアウトもあるじゃん。うん、焼き豚だね、焼き豚。ちっちゃ。いや、おっきいよ。エビチャーハンだって。少な。なんでそうやって言って。エビチャーハンと焼きそばだな、夕飯は。ダメだよ、食べ過ぎ。ここスイーツ。え、ここ？あ、本当だ。あ、ほら、なんか。あ、チョコバナナ。チョコバナナこれ。え、違う。これ1本400円だって。チョコバナナってそんなにするんだっけ？しねえよ、おたぐりだ。やめなさい、その言い方。だってこのラスク1000円だよ。え？15枚で1000円。え、すごいカラフルな。あっちほら、プレミアム塩クリームだって。こっち映して、なんか。わかる？いや。塩クリームだ。すごいね。うん。え、ここはピザ。ここピザだ。うん、あれ、これなの？うん。ピザ屋さん。いろいろあるんだ。里山食堂給食メニュー。あー、でも私給食かあのご飯なかったから、ご飯じゃなかったから。ちょっと違うイメージかも。当時はね。当時は。あ、こっちにもあるんだ。あるんだ。え、1500円。1500円するの。いちごパフェ。あ、でもさ、今季節限定だからさ。うん。今しかないんじゃね。そうだね。あ、そう。給食1100円だって。どこ？金次郎給食。うん。あ、でもこれいいな。何がいい？
揚げパンとソフト麺出た。いちごパフェの M サイズとカレーパン。すごいね。なんでシュワって何？揚げパン？揚げパン。ソフト麺と牛乳。揚げパン、ちっちゃ。これ揚げパン。あとは何？子供のリンゴタルト。リンゴタルトだって。でも学校の時こんなのなかったような気がする。はい、そっちは何？カニクリームコロッケ、唐揚げ。あ、だからこっちが良かったのか。向こうよりも。俺は子供か。子供以下だよ。ああ、ソフト麺だ。全くアルデンテじゃない。なんかソフト麺にさ、私こんなんじゃなかった。私のは太かった、ソフト麺が昔は。ちょっと食べてみたら、食堂のここは壁にかわいいね、ランドセル。1年期ごとで2個目のスタンプ押します。これ、はい、こっちかな。こっちってなんだろう。よいしょ。おお、綺麗に当てた。どう？あとこれもちっちゃいのもあるからしようか。あ、これが5が押せなかったね。よいしょ。いた。はい、押せました。また小学校は2階が宿泊施設になっていて、でほらこの料金でお泊まりできて、でお風呂もあります。平日は4時まで。え、土日は2時までなの？宿泊者の方がメインなんじゃない？あ、そうなのか、うん、日帰りのお風呂だからここだけ。ああ、そっかそっか、日帰り入浴かね。そういうことか。ああ、そっかそっか。ホタ、道の駅ホタから道の駅鋸南へ移動してきました。道の駅鋸南。なんかこれすごい黄色いのが分かるかな。いや、今後ろからも撮ったけど多分分かるでしょ。分かる？ちょっと上から撮る。なんか小さいね、ここは。ここだけ違うよな。ここは観光案内所だろ。ここだけなんじゃないの。だってあ、ここだけなんか、ここの中に売ってるんじゃない、なんか。あ、これスタンプはそこだ、うん、3つ目のスタンプ押します。前に1個だけ押してあるからね、うん、よいしょ。ここもちっちゃいスタンプあるね。ね、なんでだろう。そういうもんなの？うん、あそこなかったよね。あそこなかった最初。最初のとこはな。うん、うん。道の駅鋸南。ありがとうございます。ねえねえ、これってさ、なんでさ、同じ木からさ、ピンクと白と、そう、白とピンクがあるの。これって何？桜？桜だろう。どう見ても桜は桜だけど。いや、でも桜だけど、なんか
八重桜なんかいっぱいモコモコしてる。でもさ、白いところにもちょっとピンクかかってるよ、ほら。本当だ。白い中にもちょっとピンクがあって、ピンクだけもある。うん、濃いもんね、色が。なんかこうやって見ると、あの増加っていうかさ、うん、本物じゃねえみたい。うん、本当。知識がないけど、あのいっぱい花びらがあるから八重桜かな。だって普通こんなじゃないよね。そうだよな、うん、分かんないね。書いといてくれよな、花詳しくないから。でもこっちもピンクと白は一緒の木からある、うん、ここに至っては白とピンクが共同したよ、これ。本当だ、すごいね。あっちなんかほら、あのなんだっけ、八つ墓村。違うよ、八つ墓村じゃない、バカ。違う、なんだっけ、違うっていうの、ほら、あの、年の瀬に打つやつみたい、ほら。ジュアの鐘、うん、そう。出てこない、言葉が出てこない。ね、ほら、ついちゃいけないんだよね、きっとね。あ、何あの人は。母さん、僕だよ。やめて、素敵よだよ。やめて、言っちゃいけないじゃん。こう放送禁止用語だよ。やめてやばいよ。何の像なんだろう、どこに書いてある。首曲がっちゃった人の像。違うよ。見返り美人像だ、ほら。見返り美人像、ほら。失礼だね、あなたって。見返り美人像、見返り直美像。ふざけんな。すっちゃかすんじゃない。あ、すごいね。そうですか、うん。道の駅としてはさ、なんか。いやでも、じゃあ全体的にはえ、だってここは甘いもの屋さん、あ、野菜果物キララさんはやってなくて、閉まってんの。で、巨南ビール醸造所直売所、うん、なんか寂しいね、ちょっとね。トイレ立派だけど。トイレすごい立派だよ、なんかわかんないけど。このトイレだけで道の駅の、あの、あ、でも道の駅だからトイレあるからいいんじゃないの、うん、道の駅としてはね、ね、そうでしょ、合ってるでしょ。やっぱこれが物産センターなんだね。うん、そうだね、うん、ここが道の駅ふらり富山。あ、富山、うん、でふらり富山で、ふらり富山、え、そうだよね、うん。ここは高速からも来れて、こっちは高速で、うん、道の駅として入れるんだ。1階とか2階とかいっぱいあるんだね。な、うん、建物が綺麗だね。ここ新しいじゃないの。新しいよ、多分な。このぐらいなんだろうね、知らないけど、うん、知らんけど。今期のセロリの販売は終了しましたってなっちゃって、セロリ食べたくて買いに来たんだけど残念だ。残念。卵焼き巻き。卵焼き巻き？卵巻きでしょ？これか。うん、こっちじゃない？これ。あ。うん、卵巻き1本。こんな食べらんない。見ただけでお腹いっぱいになった。ナオミキノコご飯？うん、私キノコご飯食べる。あ、うん、お彼岸なんで。お彼岸じゃないよ、もう。おたもちするわ。じゃあ、それキュウリのからし漬け食べてみよう。これ？うん、うん、これでいいの？サンガ。うん、サンガ握りって言われてる。ギュッてなってんじゃない。サンガはこれだから。そうだよ、それもなんかうまそうじゃない。買ってみようか。下が塗ってる。1個でいい？半分でいい？あ、半分でいいよ。あ、これ買っていい？こっちに。ミンチも買う？あ、クジラの竜田揚げがある。買ってみる？あ、牛？分からん、うん、イワシバーグだけでしょ、イワシバーグ。こっち？うん、イワシバーグ買う？これ？うん、
オリジナルワイン 5% 引き4月21日までだって。さっきのところ我が家のワインセラーに何十本もワイン入ってるんだよ飲まないから飲んでないやつがはい、その通りです。じゃあいいですね。これ回ってる？うん、何？ガイドブック。はい、まあ、だからあんまりでかいのばっかり想像したらいけないのかもしれない。そうね、まあ、トイレがあって、うん、ちょっと休憩ができてっていうところがね、道の駅だからね。でも道の駅の定義としては本当はそういう地場のさ、あ、菜の花、すごい菜の花、地場のものを販売するっていうのが目的なんじゃないの、地方活性。いや、そうだ、いや、まあそれは後から取ってつけただけで、車のためにあの仮眠がちょっと取れてとか、トイレ休憩ができてっていうところが一番の道の駅なんじゃないの。そっか、うん、目的はね。それでなおかつ地域の活性化とかこうっていうので、こう地場のものを売るみたいな。あ、すごい、見えないかな、桜がいっぱい。富浦、琵琶湖、来ました、うん、琵琶っていうと会社の横の琵琶思いますね。すごかったもんね、天然の琵琶が食べ放題。琵琶なんて買うもんと思わなかったあ、お花が綺麗ね、お花が。そう、上だけじゃなくてほら、うん、ね、すごい、いっぱい、向こうもいっぱい咲いてたよ、外側。あ、そうか、向こう、ほらほら、すごい綺麗、あっち、ほら。おお、ほんとだね、すごいね、お手入れ行き届いてるね、うん、ブラックラブ。カラフルな色だね。はい、富浦のビバクラブ道の駅第1番目のところでね、この書いてるのが押しました、はい、ちょっとこれすごいね、なんか天気悪いけど天気悪いけど南国に来てるみたいじゃない、うん、宮崎とか、本当、ここ千葉だけど、この通りすごいね、あ、桜も咲いてる、あ、綺麗ね、なんかまっすぐだしね、すごくいい感じ。新しい道路なんだ。道の駅三好村到着。うん、綺麗だね。思ったより。うん。よし、まーす。あ、綺麗。ここもソフトクリーム50円引きだけど、お腹いっぱいで食べれる、ね、の、うん、いかん、わりグリーンファーム立山道の駅到着。ここ、あ、ほらジビエバーガー、
終わっちゃってんじゃん。うん、終了しましたばっかりです。あ、新しいからか。そう、ないから。だから東京のところに押す。花畑とあれだ、うん、チューリップ何？チューリップかな、なんだろうね。お花がすごい。あら、今鳥の声が聞こえてる。すごいね。やめてそのバカなこと言ってる、本当にやだ。カツラタンタン麺。うん。カツラタンタン麺って辛いのかな？辛いよ。食ったことないけど。何ですばっかり。いちご大福。何これ、さんが焼き味の、うん、イワシバーグ、うん、いなり。あそこなんだっけ、なんかと、まあとにかく海苔巻き、うん、きのこご飯、アジのさんがにぎり、きゅうりのからし漬け、これ今夜の夕飯です。絶対食べ過ぎだよ。俺は、私はキノコご飯、いなりだけです。では実食。どれから食べるの？今日の夕ご飯です。私はしいたけでキノコご飯。美味しい。うん、よかったね。うん。私味わかんない。できるのかよ、分かった。どうしたの？え、消費期限今日になってる。じゃあこれはすぐ食べなきゃいけないね。何その嬉しそうな言い方。いちごだよ。最高です。これ、100均でこれとこれのセットを買ってみました。生姜を毎日吸ってるから擦れるかなと思って、ここにちょっとデコボコがあるんだけど、あ、擦れるね。あ、こうしよう。うん、これを紅茶に入れて飲みます。よし、それでは今日はこの辺でおやすみなさい。2024年4月6日土曜日の朝です。新鮮なお野菜がそろそろ出てくるかなと思って見に行ったところ、動画を視聴していただいている方から声をかけていただきました。グリーンファーム立山さん、グリーンファーム立山さんの朝出展されている方で、なおかつ私のチャンネルを見てくださっている方とお会いしたので、今記念撮影しています。キャンパキも行くって言ってるんで、お楽しみです。よろしくお願いします。
ちらの道の駅では新鮮なセロリを買うことができました。嬉しかったです。道の駅南房パラダイス到着しました。なんかちょっと洒落た感じで椰子の木もあって南房って感じです。どこが大きい。あ、逆さまに押しちゃった坂さん失敗した。うん、だってあら本当だなんてことでしょう。こっちどっち向き、これずれてるけど、これここに押すの、ちっちゃいの、わかんない。だって他、あ、本当だ、そこまで一緒に押してたけどこっちは成功した。あ、ついちゃった。やると思ったよ、絶対やると思ったよ逆さまだけでいっか。なんかここは雰囲気が違うね。南房パラダイス、ハワイやん。ハワイ、レイとかも売ってるよ。本当だ。なんか匂いが独特じゃない。渡し船ってどこを渡してくれるの。どこ渡るの。島ぐるっとが回るんじゃないの。島があるの。でもそこらへん、まさかアメリカまでの渡し船じゃねえのかバカバカだと言ってるアメリカまで渡し船で行けるかも本当に常識的に考えなさい。ペリーもびっくりだね。本当だよ。あれが東大なのかな、白いの。東京大学。違う、東大、野島崎東大。アルバイパーク、ここにアルバイパークがあるんだ。アルバイパークは RV になっちゃって。何、なんでもね、なんかつまんない。ていうかやってる、ここやってるよ、開いてるじゃない。失礼のこと言うんじゃないってさっきから何回も言ってるけど、大歓迎されちゃうのにそういうこと言うのバカやめなさいなんでひどいこと言うね、あなたは。嫌なやつ。ダメだね、この向けてね。うん、変わってきた。イエーイ。今お昼よ。今お昼で閉店しました。っていうか店自体がもうやってないっていうじゃん、閉店って。え？2月、12月30日でやってないって。そう、そういうことだから。もうやめちゃってるんだ。ここは本当何もないとこだね。一応 RV パークあるよ。 RV パークはあるけど2台。でも何もないとこだね、うん、東大が観光地。うん、観光地なんじゃない。東大なんて観光地になんねえ。一回来たら二度と来ねえから。あんなこと言ったらひろこさんに怒られるよ。東大好きなんだからバカもん。大好物何大好物取ってつけたように言うんじゃない東大はいいよ。バカとブスは東大に行け。
なんでバカとブサとか言うから余計ひどいこと言うって言ってた阿部寛が。あ、東大ってそっちの東大ね。それ以外何をあんの東大。今東大って話してたんですよ。ああ、そういうことか。俺の辞書の中には東大さら東京大学しかねえから。なの？はい。道の駅千倉潮風王国に到着しました。二人ともお腹がペコペコだったので、速攻で花坊さんに向かいました。今回頼んだのは、海鮮丼とあとマグロ丼とあとこれ金目の丸ごと煮、金目鯛の丸ごと煮とあとカニ汁とあとカニクリームコロッケ。なんかあなた頼んでたよね。よいしょ。海鮮丼と別のカニ汁、うん、これはついてるの？サービスで。サービスでアジフライ付き。これが普通のお味噌汁。そうそうそう、うん、すごいね、うん、ボリュームいっぱい。マグロ丼で、これが青さ汁で、きんぴらとひじきで、カニクリームコロッケ。金目鯛の姿に一匹分、うん、今日ね、入荷があったっていうことで食べられそう。美味しそうだね。うん、美味しそう。おいしい。あ、何？カニの味がすごい。やろうか。なんかうまくできる。いて、いて。家みたいでフォークでぶっ刺せないから大丈夫、幅ある、よいしょ。あ、綺麗にできた。一番綺麗かも。そっちはシャチハタだからそのままでいいんだよ。ん？そのまま？バカだからここ押してるやついるよ。蓋を取って押すだけ。蓋をこれ？うん。あれ、わかるじゃん。塩風おこ、はい、オッケー。美味しかったね、うん、ここは道の駅ローズマリー公園。
します。よいしょ、あ、綺麗に出てきた。あるじゃん、クジラの骨、ほら。本当だ。道の駅和田浦和尾というところに到着しました。こちらはクジラの模型があるということで楽しみにしてきました。早速行ってみたいと思います。ナオミが今クジラのなんだこれ、標本骨の下にいますけど、わかりますかね、このクジラすげえでかい。この骨、あの下にいますけど、わかりますか。いや、クジラでっかいな、これ。あれなんやろ、ちっちゃい骨がある。なんだろうね。こんな手みたいのがあんの？な、ただのヒレじゃないんだな。ね、手みたいだね。指みたくなってんだ。うん。関節がちゃんとあるよ。うん。すごい。こんなのもあるじゃん。それは空気栓に蓋外したやつ。道の駅鴨川オーシャンパークに到着しました。あ、ここちっちゃいね。鴨川オーシャンパーク、年間終わり。すごい色。あ、ここすごいね、ほら。あれ。あ、桜。すごい。すごい。こっちは菜の花。あ、本当だ。綺麗。菜の花と桜って何？同時期。こんなもの持って帰る人いるわね。
今回のリフレッシュ旅は千葉県南部の道の駅13箇所を回ってみました。道の駅の紹介という感じではなくて、おいしいものをいただいたり、新鮮なお野菜や地のお惣菜を購入したりと、夫婦で楽しく過ごすことができ、大満足の旅でした。次回の動画は4月9日に病院にて血液検査がありますので、その結果を踏まえて次回の抗がん剤がいつになるのかなどとともに、現状の報告をしたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。